しい。どうも山田です。こんにちは、今日もですね畑作りやっていこうと思います。まあいろいろ植えてってるんですけども、今先日ですね農家の方からいろいろ教えていただいたというか、芋のことだったりとかネギのことだったりとか何点か教えてもらったことがあるんで、そちらの方をですね今日はやっていこうかなと思います。まずですね、まあよく育ってますね。はい、すごい育ってると思います。一つ目ですね、土をかけた方がいいぞということなので、まあ、土寄せっていうらしいんですけど、土寄せをするかというとですね、この根元にですね芋がもう生えてきちゃうらしいんですよ。で、土寄せをしないままだとなんか緑色の芋ができちゃうと、あんまり美味しくない芋。土寄せの時に土に肥料を混ぜてあげると効果的ですと書いてあるので、肥料も混ぜていきたいと思います。さらにその前にですね、雑草を抜いてあげましょうということなので、雑草を抜いていこうと思います。見てください、めっちゃ生えてます。これはやばい。これからもちょこちょこ抜いていくということで、とりあえずは以上にします。次が土寄せやっていこうと思います。土に肥料を混ぜて、こんな感じかな。今シーズンもう一回やった方がいいらしいので、もう一回どこかでやります。どんなもんでしょうかね。はい、そしてもう一つなんですけれども、これはネット情報なんですけども、今ジャガイモ花咲いてるんですけど、花をカットすると、花を取った方がいいということも書いてありまして、これなんでかっていうと、花咲いてるところに実がなるらしいんですよね、ジャガイモの、そっちの方に栄養がいかないようにするためらしいです。花を取って、栄養をジャガイモ芋の方になるべく行くようにするために、花はカットした方がいいそうなので、摘んでいきたいなと思います。これ咲いてますね、花が綺麗なんですが、これはちょっとカットさせてもらいます。はい、ちゃんとねジャガイモに栄養が行くためにちょっとカットさせてもらいます。おー、綺麗やね。花粉？今日はですね、近所の農家さんにご指導いただいたことをジャガイモ編やってみました。はい、で他の野菜もね、ちょっと指導いただいたので、他の動画でまたそれは紹介していきたいと思います。何が一番大変かというとですね、これ雑草がすごいです。雑草がものすごいスピードで生えております。これに負けないようにね、私もちょこちょこ雑草を抜いていきたいなと思っております。じゃあ今日はそんなところで、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ズンダズンダ。そしてドクターニコラシチャンネル登録よろしくお願いします。